皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は、ローライフラッシュ 35AF というフィルムカメラについて話します。ローライフラッシュ 35AF は、ローライのブランドで販売されたコンパクトカメラです。カメラウィキ .org の記事によると、ローライマット AF という名前でも販売されたということです。年代がだいたい1980年から81年頃ということですね。さて、ブランドこそドイツのローライを名乗ってるわけですけど、当然ながらこのカメラはドイツ製ではないです。裏蓋を見るとシリアルの横にしっかりとジャパンの文字が刻まれてますね。製造元なんですけど、カメラウィキ .org には日東工学と書いてあるんですけど、ちょっとそのソースは不明です。それで、見ての通り、当然ながらジャンクでの購入で値段がなんと400円。ローライとかのドイツのブランドがついたカメラって日本製の OEM であっても名前のせいでそれなりにまあ何千円とかですけどジャンクでも値段がついてしまうことが多いですけど、今回このカメラがたったの400円だったのは見ての通り状態が最悪だったからです。お気づきの通りファインダーの対物側のレンズが真っ二つに言われてるんですよね。実は購入した時はその前にあるカバーのガラスも割れちゃってました。どうやら落下させるか何かでファインダー窓に尖ったものが刺さっちゃった感じですね。まあ、そんな状態なのについ買っちゃったのはこのカメラがローライを名乗ってるからなんですけどね。私もそうやってブランドに踊らされてしまった一人になってしまったのでした。では簡単に機能を見ていきます。レンズはローライの 38mm f2.8。こういうコンパクトカメラとしては、至って一般的なスペックのレンズですね。巻き上げはレバー巻き上げで、分割巻き上げが可能です。巻き戻しはクランクです。ストロボはボディ前面のスイッチでオンにします。このスイッチなんですけど、ストロボのスイッチの他に、ボディの上面にも主電源になるスイッチがついてますね。シャッターはカメラウィキ .org によると、8分の1秒から450分の1秒までで、それに従って絞り値も変化するプログラムシャッターのようです。このシャッターですけど、電池を入れないと切れません。電池は単三乾電池が2本です。今回、分解時の写真はないんですけど、フレキシブル基板にコパルの文字がプリントされてました。さて、見た目からもわかるように、このカメラはコニカの C35AF、いわゆるジャスピンコニカの影響を強く受けた製品、というか類似品ですね。カメラウィキ .org によると、オートフォーカスの機構もジャスピンコニカと同じく、ハネベル製のモジュールが使用されているということです。動作もジャスピンコニカと同じで、巻き上げるときにチャージされて、リリースしたときにバネの力でフォーカスされる仕組みになってます。ただ、さすがに1980年から81年ぐらいの製品なので、シャッターボタンを半押しすることで、ファインダーの右側でフォーカス位置をあらかじめ確認できるようにはなっています。ファインダーにはアルバダ式のブライトフレームがついてます。対物側のレンズが割れていたのは、とりあえずエポキシ系の接着剤でくっつけました。まあ見えないことはないです。分解した時に試しにパーツ取りのカメラからファインダーのレンズを取って入れてみたんですけど、当然ですがピンボケになってしまって使い物にはならなかったです。それではこのカメラで撮った写真を見ていきます。使用フィルムがコダックのカラープラス200です。はい。ここまで状態が悪いカメラだったので、正直何も映ってないぐらいのことを覚悟してたんですけど、なんとこのカメラとてもよく映るんですよ。というか、38mm f2.8 っていうレンズなので、映らない方がおかしいとも言えますね。天候と光線条件にも恵まれてはいるんですけど、空の色もいい感じだし、今回フードはつけてないんですけど、多少強い光が入っても全然フレアっぽくなったりすることはないです。さすがは1980年代に入った頃のカメラとレンズ、基本的なレベルがとても高いです。そしてオートフォーカスもしっかりと機能してますね。こういう状態なので動作がちょっと怪しいかなーって感じもあったんですけど、ファインダーに表示されるフォーカス位置を確認して撮影すると、基本的にはピンボケになることはなかったです。まあただ仕方ないことですけど、テーブルの上みたいな極端に近い距離だと最短距離より近くなってしまって撮影が無理でしたね。同じ日に Pentax の Zoom70Date っていうズームレンズのついたコンパクトカメラでも撮影してましたけど、もちろんそっちもよく映るカメラではあるんですけど、やっぱりズームと単焦点を比べると単焦点レンズっていうのは映りがいいんだなって感じました。ズームという機能こそないですけど、これだけよく映って、しかもピントも実用上問題ない程度に合うんだから、カメラっていうのは一般ユーザーにとってはこれくらいの機能で当時十分だったんでしょうね。とまあ、そういう風にしっかりといい写真を撮ることができたんですけど、というだけだったらハッピーエンドだったんですが、実は不具合もありました。なんとこのように細間がめちゃくちゃだったんです。ご覧のようにフィルムがまともに巻き上げられてないです。撮影してた時点で36枚撮りで29枚ぐらいでフィルムが終わってしまったので、何らかのトラブルが発生したのは分かってたんですよね。ちょっと一般的な7段のネガシートに入らないので保管に困ります。ということで、ローライフラッシュ 35AF について見てきました。このカメラを触って分かったのが、オートフォーカスのコンパクトカメラっていうのが、1977年にジャスピンコニカが出てからわずか数年の1980年代の初めには非常に高いレベルにあったっていうことですね。ジャスピンコニカとかキヤノンのオートボーイが一流のコンパクトカメラだとするならば、このカメラはあくまでも模倣品に過ぎないわけですが、そういう製品でも実用上は全くもって問題がなかったんです。1980年代の前半、コンパクトカメラの売り上げが伸びた代わりに一眼レフが全く売れなくなったと言われてますけど、確かにこれだけコンパクトカメラっていうジャンルが完成しきっていたら、一眼レフよりもこっちを選ぶよなぁと思いました。当時の一般ユーザーにとって、自動の部分が多くなったコンパクトカメラに比べて、手動の部分がまだ残っている一眼レフがどうしても見劣りしたんでしょうね。ミノルタの α7000 が登場した時に一眼レフが息を吹き返したのも理由がわかります。ということで、今回触ったこのカメラ、これ以上ないくらいに状態が悪かったわけですけど、それでもピントと露出があった写真が撮れたのには驚きました。案外タフですね。オートフォーカスのコンパクトカメラって、ジャンクだとまともに動かないと思ったんですけど、ここまで状態が悪くても動くなら、ジャスピンコニカを何台か買って直してみたら、1台くらい動くようにできそうですね。ジャスピンコニカ、ぜひ動画にしたいです。あと、今回実は個人的にブレイクスルーがあって、人生で初めてガラスをカットしてカメラに入れたんですよ。今回は薄いガラスを100均のダイヤモンドやつりで切ったんですけど、ぜひガラス切りを購入しようと思いました。ということで、ローライフラッシュ 35AF のお話でした。ありがとうございました。おぶすくらでした。